つものでいいっす。いつものって何？なんかあのなんか。これかな。シーランチ。シーランチ。うん。夏に。いや美味しいだよ。シーランチであれ唐揚げ食べるわ。まあ、うん、いいじゃん。じゃあみんなで食べる。それでいいわ。唐揚げってさ前回何にしたんだっけ？塩とタレ。どっちしたっけ？したかな？塩かもしれないね。じゃあタレにする。で今回タレで。タレ。はい。うまそうじゃないですか。エビちゃんがねすごいんだわ。中華飯？中華飯。少し食べてみる？いやいいっす。いただきます。動かねえ、なんだこれ。あ、下に下にあれ、おしぼりが動かない。取れる？あ、取れた取れた。出てきた。これが、シーランチ。ここのシーランチです。ラーメンと持つとご飯がついて、からしがなんか西洋からしがついてきて、一味唐辛子が、はい、ラーメン結構あのどっかのお店行きなってると麺が細く感じるけどこれは普通だよね。ここに高さが低いってでしょ。高さ低いこれは普通だよね。ここ飛び出てないのがねちょっとあれだけどっていうかねここら辺まであるから普通。あ、美味しい。期待通りだ。どうも。じゃあ今回このタレ俺のだよこれ。前回は塩だったんで今回タレ。これじゃあテイクアウトしてくる？え？テイクアウト。うん、してきて。1万円で。うまかったっす。最高の。めっちゃ綺麗です。うん。めっちゃ綺麗。久しぶりに晴れたんじゃない？こんな。はい。ちょっとこのチャリを、このチャリを直しに行きます。これ。なんかね、ちょっとね。ちょっと待ってよ。若干歪んでんだよね。前輪が若干これ歪んでる感じなの。ちょっと分かるかなこれ。ほら、若干、若干っていうか結構歪んでる感じになってます。これ直しに行かないといけない。でも春ぐらいにこれねぶつけたんですよね。なので曲がった。これを直せるかですね。ちょっと行ってきたいと思います。自転車なんですが、さっきね、その、買った店にね、行ってみて、まあどうなるかちょっと聞いてみたんですが、まあ、結構前輪が曲がってて結構時間が経過してて、あのスパークが結構ね、なんかたるんでるみたいな、ゆるゆるみたいな、本当は張ってなきゃいけないと思うんですけど、なんかゆるゆるになってるみたいなこと言って、あの取り寄せて、取り寄せてから、くっつけなきゃね、取り替えなきゃいけないっていうことで、まあ、1週間ぐらいかかるということでね、ちょっと、入院になりました、自転車は。なのでね、今週1週間は、自転車なしの生活になりますが、まあ、その分、ね、運動になっていいんじゃないかなと思います。ちなみにね、今、部屋の掃除を、ちょっとしてました。ね、その動画はちょっとね、のメインの方にも上げようと思うんですが、はい、まあ、とりあえずベッドがここにあったのがこう移動して、机がここに来てソファーがこう来たって感じなんですね。でこのね休業を使って、ここにねスタジオを作ろうかなと、この空いた部分に。でアングル的にはこういう感じ。カーテンは閉めるかな。カーテン半分ぐらい閉めて、こんな感じのアングル、こんな感じのアングルかな。こんな感じ、ここにちょうど
椅子がここにあってこう座ってこんな感じですかね。もうちょっと広いとは思いますけど、でここに今度ね机を置こうと思って、なんか紹介するときとかはその机にねこう物を置きながら、紹介して、この感じでねここに机があってここでこうやって物をね紹介できるという、でその上から撮った時もこんな感じで、撮るような感じになります。場合によってはねこんな感じもいいんじゃないですか。これ編集デスクを椅子でもじゃない編集デスクをバックにこんな感じで、でこっち窓でちょっと遮光、あこの時はカーテン開けた方がいいか、あこれいいんじゃないですか。これこんな感じで喋ってると結構、でここに机があって、こうするとね結構ね動画の質っていうかね見やすくなるんじゃないかなと思います。今までねここのデスクで物とか紹介することがあったり、ね、こうやって喋ってる時もなんかね見にくい映像になったりしてたと思うんですけれども、はい、結構ね正直こっちのデスクって散らかってることが多いんですよね、今見て思う通り。でもこっちはね結構撮影用として、常にっていうかね、こっちよりは綺麗な状態に、保てるようなね、感じにしてやりたいと思います。はい、じゃあちょっと、出かけたいと思います。再びちょっとねダイソーに行きたくて、部屋の電気あるじゃないですか、電気の傘っていうかこの電気むき出しになってて、その傘がないんですよ。だからその電気の傘に変わるもんなんか今置かれないんで、100均でなんかあるかなと思って探しに行きますが、今自転車がねちょっとないんで歩きで行くしかないんで、ちょっとね散歩がてら行ってきたいと思います。これめっちゃ綺麗じゃないですか、夕日。ここから見るのすごい綺麗だと思うんですよね、この扇町の古戦場から見るとすごいけど、音がすごいけど、ここから見るね夕日がねめっちゃ綺麗なんですよね。これ電車下通って川東の方に行く方面の橋、この4級線のこっちもまた綺麗なんですよね。ビル群が一望できて、でこっちにいろいろ商業施設があるわけなんですけど、この景色好きなんですよね、何気に。ここから見る夜景、夜もねまた綺麗なんですけど、最近ね営業短縮で結構閉まっちゃうんで、あんまり結構暗くなっちゃうんですが、で磐梯山もこれ360度綺麗なんですよね。ここは結構おすすめです。帰ってきたんですが、これを買ってきました。100均で108円110円の板を買ってきたんですが、どうですかっていうとこの普通の板材なんですけど、この 400×、どう読めばいいのこれは、 400×9mm×150mm の、板を1枚買ってきました。で大体あんな感じになってて、ここにね机を作るって言うじゃないですか、この机にこのスタンドは移動しようと思ってて、このスタンドはここになくなったとして、ここの編集デスクをメインに照らす、照明にしたいので、こっちだけにこっちに開けて横にこっち向きに空いてるような傘をつけたいんで、これで作っていこうと思うんですが、ちょうどここにこう横にこう4つ切って、四角く組み立てて、余った、部材でその後ろの、この配線が通る部分をね、今からちょっと作っていきたいと思います。ちょっと暗くなっちゃったんですが、できるところまでやってみたいと思います。そうめんですか。うん、天ぷらも使ってくるうどんかね。うどんあ、そっか、なんか中間ぐらい、あ、そっか、まあいいや、ちょっと
頭がこうなっちゃう、ね、頭がこう風呂にはうどんって書いてあった。あ、そうなんだ、うん、じゃあうどんなのか。じゃあ歯ごたえ、歯ごたえじゃねえよ、歯ごたえがいいそうめんみたいな、うん、なるほど、こじまるってのか、そうだ、歯ごたえって。じゃあそういうことで、バリスタここに置いたらめっちゃ便利。ここのね、脇からすぐコーヒーを取り出せるんで、これめっちゃ便利です。でもコップを置き忘れて下にこぼれたら相当悲惨かも。久しぶりになんかね、あの最近ちゃんと、あの休みなんでちゃんとあの豆から引いたの飲んでますが、久しぶりさにバリスタのコーヒーを飲んでみます。あ、うまい、うまいです、普通にうまい。これ結構おいしいんですよね、チョコレートコッカのこのカカオが 72% の比較的なんか苦いやつ、そのなんか甘い普通のチョコ美味しいんですけど、結構ねこのあの味が深い高カカオチョコレートも好きですね。うん、コーヒーとね合わせて、食べるのにあのすごいあのいい感じでね、味が合わせてくれてすごい美味しい感じがします。単体で食べるにはちょっと苦いかもしれませんが、まあそれは好みがね結構分かるかなっていう感じには思います。メインの方全然アップできてなくて、これ Vlog の方をね今ね2本同時にエピソード49と50ね同時にアップしてますが、もうねメインの方が全然アップロードできてなくて、その辺は申し訳ありません。だから結構ね休み入っても部屋いじってたりして、なかなか撮影とか編集とかできてなくて、はい、Vlog もねこれ撮って取り込んで編集せずそのままになってたりするんですが、まあ休みがね結構増えて部屋もねいい感じに整理できたんで、結構ね余裕が出てきたと思うので、明日8月3日からねあの、まあ、徐々にね編集のスピードとか上げていきたいと思います。ちなみにもう来月ぐらいにディスプレイは買うことに決めたんで、今とりあえずこんな感じ。この下に Windows があるんですが、 Windows のディスプレイをこのね外付けのディスプレイにして、 Mac はとりあえずこの単体で、ラップトップの状態で、使うっていう感じにしてます。はい、モニターをね導入したらね、HDMI 2つか、まあ、ディスプレイポートってね搭載したディスプレイが今主流だと思うんで、まあ両方にね、このパソコンそれぞれつないで、まあ、ディスプレイ側で入力を切り替えて、使うっていう感じにしたいと思います。あとマウスとキーボードも今回変えようと思って、まあ、前も話したと思うんですけど、まあ、このキーボードはねそうなんですが、あの複数のパソコン接続できて、まあ、これ Bluetooth で3台まで接続できるね、ロジクルの K380 っていう、型番のキーボードなんですが、まあね3つまでここのボタンで切り替えて、あの一時ねこう Bluetooth を設定開いてとかやらなくても、この3つをねで、接続する機械を変更できるという場合ね。でマウスなんですけど、自分まだ持ってないんですが、ロジクールでフローっていう機能を搭載したマウスがあるらしくて、まあ、それはなんかねあの違う OS のパソコンとか、繋いでもカーソルがその間を、例えばなんかこうディスプレイが2枚あって Mac と Windows でもここの間でカーソルがこう行き来できるみたいな、そういうねなんか接続をできるマウスがあるらしくて、まあ、それはちょっと導入考えてます。なのでパソコンは2台だけど、ディスプレイキーボードマウスは、まあ、1つでっていう、感じでね、まあ、すっきりとした感じで2台のパソコンを使うという、環境にね、できたらいいなと思います。今のところは一応こんな感じです。